遊びに来てて私1円もお金ありませんって、当然飲食するために来てるわけじゃん。だったらすぐ呼び戻して、はい、こっちでもう警察で無銭飲食で対応させた方が早いよ。20万600円。はい、本当は未経験者とか始めたばかりの男の子を狙ってそういうようなことをする女の子って意外と多いんですよね。他の席が開くまで入れない状態なんですよ。相当パンパンな状態で。入金日はナンバーが確定する重要な日。店内はすでに超満員に達し、1時間以上の待ちが出ていた。で、やっぱ入金日ってやっぱ荒れるんですよね。この入金日でナンバーも取りたいんで、まあ、今日売り上げも上げに来るところもいるはずなんで、まあ、そういう意味でももうエース級の女の子たちが集まってる状態ですね。初めて同じぐらい今混みます。あと何個あんの？60件以上。初回なしで60組ぐらい行くってことでしょ？そうですね。えぐいね。これやばいっす。100も割って全部一択にして格好の状態なんで、うん、パンパンだね。多分23席しかないのに現時点で54組ってことはさ、もう2回転以上してるってことだよね。そう、ちょっとスピード上げてやんないとまずいね。そうですね、うん、もう今列の下待ってるからさ、うん、客足がピークを迎える中、外でお客様と揉めているキャストがいるとの情報が。何があったの？キモいからこいつら。てめえが剥がしてたんじゃねえよ。もともとじゃなんでこういう証拠画像を載せるような女と一緒にこれで出回ってこっちの気持ち考えたことはだけじゃない。他の女の子とこういうの見たらどう思うか分かってん。軍神が間に入り事態を収拾する。まあこれだけ〇ちゃんが怒るのも〇のこと好きやから怒るわけだし、〇とこちゃんと考えて向き合わないとね。うん、まあ売り上げ上げるの今必死だってのも分かるし、〇の中でもこうやって誰かに送るような多分女の子に対しての感情ってのはそんなにいかないから、そこは分かってもいいと思う。こんなことする女性のことを信頼は絶対しないからさ、ちゃんがそうやってね、とどめてくれてるっていうのはもう感謝してると思うし、で一回ちゃんと二人っきりで、まあ、どっか、まあ、個室でもいいから、ね、カラオケでもいいじゃん、入ってでゆっくりちゃんと話向かい合って話した方がいいよ、何にしてもね。二人の言い分を聞いた上で打開案を提示し、事態を収拾へと導いた軍神。いやちょっと結構やばかったっすね。女の子も相当発狂してて、今回は何がいけなかったかというと、女の子と、まあ、一緒に、まあ、遊びに行ってる写真とかが晒されたというか漏れてしまって、で女の子が私は別にホストとしてあなたを応援してるのにそれを晒されるようなことはしないでと。いやもちろんホストだから他の女の子と遊びに行くのもまあ当たり前じゃないですか、まあ、必要なことなんで、アフターも同伴もそうだし店外も必要なんで、それも分かってると。ただそれが露呈して出てくるようなそんな雑な仕事の仕方しないでと。実してるかもしれないなと思うのと実際にしてるのを目の当たりにするのと全然違うよねっていうところを女の子は言ってて、まあ最もなんで、やっぱその本人としても、まあ、今回の流出してしまったってことに関しては、まあ、すごく反省はしてるんで。こういうのってやっぱりよくあることなんですかね。まあ、いろんな女の子がいるんですけど、本当に担当のことを全力で応援してる女の子もいれば、担当を独り占めしたいみたいな女の子もいるんですよ。やっぱ自分がこうハッピーですよって、この人といてハッピーですよっていう、そのハッピーを晒して独り占めしたいみたいな、でもそういうのもあるんで、やっぱそこも
まあ、リスクエッジとして気をつけていかなきゃいけないところなんで、それも仕事の一つです。その仕事の一つをちゃんとしっかりできてないからそういう結果になってしまったっていう、まあ、やっぱ入金日はいっぱいありますよね、いろいろと問題が、まあ、女の子がね頑張った結果をここでお金を払うんで、まあ、それと一気にもう全部重なっちゃった状態ですよね。まだこれだけじゃないんで、なんか起きなければいいなと思ってますけどね。別のお店の方に、これちょっといっぱいだから、ちょっと出てくるね、出てくるか、他の、あのミストかラテどっちかついていく。リリオンではその後も客足が途絶えることはなかった。なかった入金日本日、うん、まあ混み合ってる中で、うん、ちょっと新人の信者が、うん、まあ、シャンパンチェック対象になったと、うん、まあ、売りかけできるかできないか、うん、あの話をされて、うん、いくら入金できるのって言ったら、まあ、1万に入金できるって言うから、うん、OK 出したんですけど、うん、そしたらあの蓋を開けたら、あの現金一切ない。え、1000円も1万円も、そうですね、全掛けになって、うん、でも20万は現金入金できるって言ったんじゃないの女の子は。そうですね、はい、うん、そしたら、うん、パッケージにカード忘れてたんで、うん、あ、じゃあ家にあるってこと、なんか寮にあるみたいで、うん、1万円忘れてきたらしくて、で、まあ、今対応してるんですけど。なるほどね、はい。え、で、シンナーどうしたの。シンナー今一緒に暮らして、その、そうだね、これ飛びそうだもんね。そうですね、さすがにちょっと1万円も入金できないって言ってた。寮に取りに行かせるって、その寮は横浜なの。横浜っていう風に女の子は、女の子と。でもこれ仕事、職場池袋だけど。そうなんですよね、仕事場を抑えたんですけど、池袋なんでちょっと怪しいですね。歌舞伎町に来てさ、はい、遊びに来てて、私1円もお金ありませんって。だからもうそもそも無銭飲食するために来てるわけじゃん。だったらこれ、あの寮に行かせる必要ないよ。だってこれでさ、寮にさ、はい、行く途中でさ逃げられたりとか、はい、逆にさどっかなんか変な事件に巻き込まれたりとかさ、はい、逆にやられるじゃん。確かに、うん、寮に無理やり入ってとかさ、入られましたと警察呼ばれたりするない、そうです、はい、うん、だったらすぐ呼び戻して、はい、こっちでもう警察で無銭飲食で対応させた方が早いよ。わかりました、うん、だったらそっちの方がいいよ、はい、うん、女の子の言動や行動に怪しさを感じた軍神、神羅がリスクを背負ってしまうことも考え、早急に警察を介入させる判断を下した。女の子が、まあ、お金を持ってなかったと、20ですね、20万です、はい。その子は20万、20万600円、20万600円、はい。どういう顔なんですか。いや、昨日初回で来て、今日初めて来て、はい、警察に状況を説明、事情聴取を行ってもらう。ああやって嘘つく女の子はさ、お金ないって言ってるの一枚持ってるわけやん。ああいう嘘つく女の子が、まあ、いろんな手を打ってくるわけじゃん、うん、もうちょっとリスクヘッジしないとね、うん、自分がどういう嘘を行動したらどういうリスクがあるんだろうってことを考えながら来ないと罠にはめられちゃうから、うん、気をつけないとね、うん、警察の事情聴取の最中、通りがかった他店のホストが女の子に近づく。はい、今それで対応してるんで、はい、見逃せ、はい、なんと女の子は他店のホストからも飛んでいて、常習的に無銭飲食を繰り返している可能性が。じゃあ一緒についてて、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、いや、やばかったですね。ホスト業界は、まあ、売りかけとか、まあ、そういうのもあるんですけど、ホストは未経験者とか始めたばかりの男の子を狙ってそういうようなことをする女の子って意外と多いんですよね。ホスト業界初めて来たばっかりの男の子って右も左も分かんないわけじゃないですか。売りかけしても女の子は売りかけを払ってくれるもんだと思ってるんで、泊まれるもんだって認識がないんですよ。今回なんてもう分かっててお金があるよって最初言ってるんですよ。20万なら大丈夫だよって。そしたら男の子信じざるを得ないじゃないですか。普通に考えて
本当に20万持ってんのお財布見せてもらっていいなんて普通に言わないじゃないですか。どんな飲食店でもやっぱ男の子もそれは信じて、結果蓋開けてみたらお金がないみたいな、そういうパターンってやっぱホスト業界結構あって、うちはねそういうの絶対させないんで徹底してるんで、折りかけに対してもソリューションだったりとか、うちらが入って運営が入ってしっかりと責任持って警察だったりとかそういう対処をしていくんで、やっぱそういう男の子を守るのがやっぱホストクラブなんで、この今歌舞伎町ってプレイヤープレイヤーだから全プレイヤーの自己責任だからって言って放置する店舗って結構多いんですよ。でもそこも変わっていかなきゃいけないんで、これどんどん変わっていかなかったらホスト業界良くならないんで、うちらはそれを徹底してちゃんと最後まで責任を持ってやっていくような、はい、ホストクラブを作っていきます。倒んなよ俺の中ではさ、みんながさ本気でやってくれるようなっ黙れってお前のモード入ってるから、うわぁ、つけろつけろ、うん、彼のせいで今こうなってる。今がチャンスだから、ここの運営陣でしっかりと引っ張っていかなかったら、この先マジ何もないからね、ラテ。